ももたです。ゆらりです。ひめかです。アニアです。ピンクラテ TP 始まるよ。イエーイ。今日の企画はバレンタイン告白対決です。イエーイ。というわけで一人ずつ告白の言葉を一応考えてきたので、それをね披露する場として。そうですね、頑張りましょう。考えてきてないけどね。告白したことある人？ないです。ない。奥手女子。え、毎年みんなチョコ何個ぐらい作る？トムチョコ？私は買うかな。私バレンタイン去年作れなくて、一昨年はフォンダンショコラ風カップケーキ。かっこいい。で、その前はなんか何作った？クッキー。なんかもらってもらった。そうじゃん、なんかお母さんが作ったクッキー大量発注して。あー、しかもこのやつめちゃくちゃ美味しかったもん。美味しかった。バレンタイン作る時期ってインフルエンザ流行ってるから。あー、確かに。誰が一番上手かな、告白。くずももちゃん。絶対ももかちゃん。なんか上手いから、言葉とか女の子らしいのが上手。私はえ分かんないです。恋というものを知らないです。え、でも演技が上手じゃん。うん。あ、私どうやってすればいいのか分かんない。なんて言えばいいのか。私笑っちゃいそうだもん。恥ずかしいわね。緊張してるんですみんな。あ、チョパキは順番。あ、じゃあじゃんけんで。あ、確か勝った人が何番目にやるか決める風にしていく。勝った人から。最初はグーでじゃんけんぽい。最初はグーでじゃんけんぽい。はい、勝ち。一緒。私これ絶対一番乗るやつ。勝った人からじゃあ何番目か決めてくる。3番で。じゃあ4番で。あ、うん、じゃあ2番で。1番で。それではどうぞ。めっちゃ恥ずかしい。すごい恥ずかしくないですかこれ。ちょっと待って、うん、今付き合っとる人おる？もしおらんかったら、私ひろきのこと好きだもんでさ、だもんで付き合ってちょ。はい。ひろき、ひめか、ひろきのことめっちゃ大好きなんで、ひめかと付き合ってくれんけ。私ね、ひろきのことめっちゃ好きになっちゃって、だからこれ受け取って。じゃあね。ひろきくん、ギリチョコだから。嘘だよ。僕も。あ、ありがとう。はい、というわけで4人全員終わりました。緊張した。だって最初さ、あ、どうしようって言って、そういえば動けないじゃんって思ってさ、手を動かして寄せれないし、両手でできないから片手に頑張って乗せて。はい、誰が一番上手だったか、うん、コメント欄でぜひコメントしてください。私個人的にアリアのやつめっちゃ好きだった。私もめっちゃ好きだった。可愛かった。じゃあね。というわけで今日の動画は以上です。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。